タプシガルギンは、セルカの略称で知られている一群の酵素の、非怯酵素外剤の一つである。構造的には、タプシガルギンは、セスキテルペンラクトンに分類され、植物サピシアがアーギャンニカから抽出される。タプシガルギンは、哺乳類細胞における発現促進物質である。コーマラリア薬アルケミシニンもセスキテルペンラクトンである。ことから、この薬物群が、 熱帯熱マラリア原虫といったマラリア原虫のセル化を阻害することによって働いているという仮説が提唱されており、確認が待たれている。タプチガルギンは筋状胞体及び小胞体へカルシウムを送り込む。細胞の能力を妨げることによって、細胞質基質カルシウム濃度を上昇させ、カルシウムの蓄えの枯渇を引き起こす。この蓄えの枯渇は、二次的に細胞膜、 カルシウムチャンネルを活性化し、細胞質基質へのカルシウムの流入が起こる。タプシガルギンは、オートファゴソームとリソソームの融合を、はっきりと阻害する。オートファジー過程の阻害は、今度は、小胞体ストレスを誘導し、最終的には、細胞子が導かれる。タプシガルギンは、細胞質カルシウム濃度上昇の影響を調べる、実験で有用である。ありがとうございます。